何がいいの？一丁だ。あれが一丁だ。うん、粒の一丁だ。今度の？今度文字のやつ。もう来ちゃった。消えたね。どこ行ったんだろうね。消えたよ、マジ。どこから落としちゃったのかな。マフラーって落ちやすいもんね。落ちないよ。いや、もう落ちたろ。
方のさ靴が落ちてんの不思議だよね。なぜ片方の靴が落ちてんだって。しかも子供のとかじゃなくて、うん、大人の靴が。さらわれてんだよね、多分ここは治安悪いから。なんでやろうか。あ、松戸の活動、活動行ってもいいな。あ、でもめっちゃ甘いけどね。違う今日、秋休みか。あれ水曜日休みじゃない、知らないけど。水曜日か木曜日休みって言ってたよね。でも、昨日の二日酔いで、勝つって感じじゃねえんだよな。明日車屋さん巡り行くついでに、でも木曜日休みだったね、気づくんだけどな。違うか、でも木曜日帰ってきたもんね。多分木曜日に行ったと思う。明日、水曜日休みだったじゃん。明日車屋さん巡りするのに、松戸とかも行って。あそこが一番行くか。感動したか。ここだ、行ったね。今まで手編みのものもらったことある？ないですよ。ないんだった。今もらえる人。あ、天丼食ったんだよ、これ絶対そうや。よっちゃん海鮮丼食ったわけねえじゃんな。海鮮丼だっていうのは海鮮…あ、海鮮丼かもね、うん、海鮮丼もらってたら海鮮丼しか食わないもんね。トロロ丼も食べた。あ、食べたか。あのね、なんかすごい量のね、うん、やべえ、言ってなかったらあるよ。大変だったな。絶対残す人多いんだからさ、ね、減らすのは、もう第一重症でやられないようにね、ご飯の量がね、うん、でも、だってもう知ってる人はさ、多分少なめとか言うのかな、ご飯少なめでいいですか。ああ、そっか、この少なめって言って、ね、うまいよね。でも松戸だっけ、一回
持って帰ってきた。あ、入ったか。カレーパンが来た。でも大ちゃんうまいうまいっつっていっぱい食べてたよ。普通のパンもカレーパンじゃなくても。買いに行くか今日。でも並ぶんでしょ。うん、なんかパンで並べてちょっと嫌だよね。ね、うん、でも回転いいからそのまま並ばないよね、多分ね、うん、10分とか15分でしょ。でもね、うちがね、1時間くらい並べたって気がって、まあ、だ日によるんだよね。日によるんだ。1時間だよ、パンで。サンマルクもうまいよ、焼きたてパン。ああそう、永遠に持ってきてくれるまで30個くらい食っちゃう。で、一口大だからさ、1個が何か普通のいろんなのが、いろんなパンがあるんだ、うん、一口大に、持ってきてくれんの。焼きたてましたよって、うん、でハンバーグとか、うん、そういうメインの料理を頼んで、あ、ハンバーグとかあるんだ。焼きたてパンがついてくんだけど、うん、うちらツアップ行った後そこ行ってるからね、うん、どんだけパン食うの、ね。いや、男だってパスタ好きだよ、パンも、だからパスタの量がね、納得いかない。男はパスタよりラーメンって感じじゃん。ああ、まあ、まあね、パスタなんて女の子はラーメン行こうってなんない。やっぱ入りづらいからじゃないの、ラーメン屋に。なんかあと長居できないよね。あ、まあそうね、手編み教室だって。手編み？うん。すごい。ほぼほぼ綺麗隠れて見えなかったけど。よく見つけたね。うん、ここそこまで習いに行くか。泉にオタクリ手編み教室。エンジン踏んだらなるな。アクセルちょっと踏むと。この音が。今度店に行く？行かないもんだってから。別れたから、今度は捨てちゃんとは別れたからもう金用も売ったのにな、売らなきゃよかったよ。売ってから半年は経ったか、いつぐらいだったんだろうね。半年経ってないよ。だいたい多分6月とかじゃなかった、5月とか6月だよね、確かね。4月とか売ってから、大変な思いして売ったのに。あの日も確か二日酔いだった、私は。気持ち悪い気持ち悪い言いながら、だったのにな。よし、明日車見に行こう。どこ見に行くかちょっとリサーチしとこう。専門店みたいな、キャラバン専門店かハイエース専門店とかさ、そこがいいんじゃないかな。千葉だな、やっぱ明日も千葉か。千葉あんまないだろ。でも車屋さんと千葉が多いんだよね、千葉の周辺は。やっぱり昨日カーズっていうのも行ってみたいんだよね、柏とかにあるキャンピングカー専門店みたいなとこ。柏だったらね、柏に富士カーズって言うんだI don't know.
ップもミニップとか。うわ、すごい雨雲もあっち。やばいね、なんか、ね、雷鳴りそう。うわ、歩き歩き映像。すごいね、これ。やってきてしまった。
着替えたりして、うん、結構進んじゃうからね、道覚えとかないと大変だよね、ああいう人も。実はよく迷子になってる。これじゃない山の朝から渋谷で迷子になっちゃったもんね。あ、そうなの。なっちゃったじゃん、前ね。ああ、前ね。ああ、だったね。うん、まあ、すまずに授業で。そう。一連やるといつも迷子になっちゃった。携帯のナビもね、逆に分かんないんだよね、どっち進んでるかね。分かんない。チャリンコとかだとスピードも遅いからね。うん。すぐ早く進んでからじゃなっちゃったって。結構ギリの時間に返したんだよね。あ、そうだっけ。そう、やばい、時間がないっつって。あ、そうだ。逆方向行っちゃってんのに時間がなくてね。追加料金取られるっつって。そんなこともあったな。取られなかったよね。うん。携帯このナビね。いや、まあ、こんなさ、これよりもっと古いかったと思うけどね。あ、そうか、昔だからね。親切に言ってくれないやつかってね。なんか、お台場のあの橋渡っちゃって。あー、レコビッチ？なんだばっかり。高滝湖でも迷子になったしね。あ、そうだ、高滝湖でも迷子になった。あ、そう、うん、マジで。うん、弟と。へえ。竹葉原だとね、正月って感じするよね。え、なんで？お年玉もらってさ、なんかラジコン買いに行った曲があって、毎年毎年。へえ、竹葉原まで、あ、間違えたのか。竹葉原、そう、違う、亀戸だったからさ、30分で着いたから。ラジコン今でも欲しい。買おうかいつも迷うんだよね。ラジコン買おうかでも一人で走らせてもらうみたいな。作るのが面白いんだよ今。そうなの？もうできてるやつじゃないの？できてないよ。全部プラモデルみたいになってんだよ。ラジコンってもできてるやつもあるよね。あるよ。ああいうのじゃない、本格的なやつだから。それは早いの？本格的な方が。早いよ。めっちゃ早いよ。友達と公園で走らせてたよね。まあ、ラジコンの方があれがないからいいのかな。コースがなくても。そうだね、戦えるじゃん。そうそうそう、ミニ四駆は。そう、ね、コースがないと。ラジコンまだわかるけど銃がよくわかんない。まあ銃ね、あんな戦いもしないじゃん。そう、オブジェって。まあ、1回ぐらい買ってもらったことあったけどね。へぇ、ガス銃ね、ガス入れて。そうなんだ。どこでガスもらうの？ガス売ってるんだよ、買ってんの？うん。へぇ、それ入れんの？それ入れる、シューンつって。そのどういうのが発射されるの？ビビ弾。あ、ガスでビビ弾発射されるんだ。そう、弾力が普通のやつで。やったことないかも。やってられたこともないの？でもそれでも蜂の巣は破壊した。あ、じゃあ結構の威力だね。でもね、蜂の巣がまだちっちゃかったから、うん、これはやるしかねえと思ったんだが、パスンパスンパスンって言って逃げて。え、蜂？はい、蜂からパスンパスン3発パパンって言って、うん、すぐ走って逃げて、まだ子供が覚めた頃に戻って。怖っ、危ないね。今考えたらね、蜂の巣攻撃するの。スズメバチじゃなかったっけな、足長バチぐらいの。およそ500メートル先の原田を右方向です。右だって。あ、そこまで。あの、うん。そ
答えが出てこない。ミシェが。あ、こういう弁当屋さんで弁当買って。あ、ね。川沿いで。暑かったよね。でもね。暑かった。あれ本屋さん。16km道なりです。こんなのあったっけ？うるそうだからあったんだろう。ね、こんなにでかい駐車場で本屋だけで。あれ本はいいの？本屋はあるかもしれないですけど、借りやすいけど。ああ、やってみるか。通ったらなんだけど、まあ、通らないっぽいけど、うん、すごいな、本屋だけであんな重機ちゃって。絶対あんなにいらないでしょ。もちろん。あんな売れないだろうし。でもし一つだけさ、何の能力でも手に入るって言ったら何の能力が欲しい？難しいですね。それは何？ワンピース的なこと、なんとかの実とか。なんとかの実でもいいし、だからもう記憶力がすごい人になるとか、絶対忘れられない記憶力の持ち主とか、空飛べるとか。それはオペオペの実。何それ？え？ザラガルファローの実。オペオペ？だから手術直せるの。そんな能力いるかな。お金を印刷できる能力、作り出す能力が欲しい。逆ちゃん、ケイスケは何ですか？動物と話せる。絶対いらないから、そんなの。いるよ。したらポンと喋れるもん。絶対にハイジみたいな能力が欲しいね、うちは。さっきそれ言ってるよね、なんかね。ハイジ？ハイジだったらな。そう、ハイジだったらいいのにって思ったもん。で、みんな何考えてるか、なんとなくはわかるけどさ。本は本当に学校じゃない、職場に行きたいのかっていうのはすごい疑問なんだよね、うん、あいつは行きたいって言ってるのか、行きたくないのか。職場だと分かってないのかな、行ってる時は。なんかどっかであっさおしいとこ行くと思ってるから。ああ、出る時はね。マジか、職場かって思うのかな、あそこ着いたら。それも気になる。ガビーンってここかーいって。で、最近あいつね、見分けっぽいって分かってきたよ。金庫、俺が金庫持ったら、うん、店だなって。あー、ね、だからハウスしちゃうときあるよね。そう、やっぱ。ってことは嫌なのかな、分かんない。でもずっと一緒にいれるっていうさ、メリットも一応金備えてるんだけど。どっちもいいんじゃないかな。家で休みたいときもあるだろうし、行きたいときも。2日目は絶対にハウスするんだよね。絶対行きたくないみたいな、うん、疲れたみたいな。リベンジしたいね、長瀞ね。長瀞も行きたい。ポンが下痢になっちゃったから。ポン、もっとすごいいっぱい遊べそうだったよね。うん、いろいろあったよ。なんか公園とかも結構あって、ライトアップされる公園とかもあったし。じゃあポンが気持ち悪い病かな、なんだって言ってんだよね。下痢またなっちゃったりして、うん、あのルートがダメなのかな。航空公園が嫌いのかな。航空ルートが下痢になっちゃうみたいな。お菓子も良くなかったんだよな。あ、お菓子もね。お菓子あげちゃったかな。あげちゃいけないお菓子だったんだよね。なんか本に合わない。あれが下痢の原因だろうな。でも食べちゃうからね、ポン。セブンイレブンだったら良かったんだな。ポンだけだな、あの会社のお菓子ダメなの。まあ、ちょい上げじゃないだろうね、あいつは。うん、そうね、ちょい上げ感だね。あ、ここを走った。あ、ここか。
ね、俺も知りたいと思う、ね、さあちょっと魚サウナやだけど、ね、でも最新すごかったよ、タコと春日が戯れてる時さ、うん、もうタコもやられじまってると思うから、うん、墨めっちゃ吐いてさ、まあそうだね、ニョロ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 動いてさ、あー生きてんな、あここ俺の、あここだ練習場や、うん、この通りにそば屋あったような気したな、俺右側に。いや、そんなの覚えてるの、そば屋か、店は食い物屋だったと思う、そば屋だったような気したな。あの駅の近く、ああ、そば屋だっけな、あ、食事、あ、これ営業中、見て入ってみて、あ、そばさって、この子言ってたのね、すごいじゃん、やってるやってる、ラーメンもあるんだけど、おいしそう、何て読むんだよ、山トロッコ。気になるけどね。気になる。お腹いっぱいやで。お腹いっぱい。半分こする？食う？半分なら食う。梅ソーダ2つ、はい、おしゃれ、あ、この風鈴とかおしゃれじゃん、なんかならない、かわいいね、あれ、パン屋さんの交差じゃなかったっけ、あ、そうかも、行ってみようか、話してもこんな頑丈にされてくる、それで早かったからかな、靴と入ってません。靴の、こっちも可愛いんだね。靴が入らないよ。こんな感じで。はい、OK です。可愛い。これ撮った、ちゃんと。撮った。模様ね。可愛いでしょ。それ払えばいいんだ。ね、誰に払うんだろう。下にあるのかな。確かに。誰に払うんだ。わあ、あっちにも橋あるじゃん。新宿なんかいないじゃんね。確かに。綺麗だな、なんか。
その川っていうのは怖いからね。ああいうところがいきなり深くなってんだろうな。しかもさ、流れも全然ないけどさ、川の事故って多いじゃん。うわ、すごい揺れんな。あららら、怖い怖い怖い。大丈夫よ、大きい地じゃない？ね。うわー、ポツンと一軒家。うわ、ほんまや。やばいね、あれ。いや、小さい。やだ、ポツンと一軒家すぎる。家なの？家じゃないか。物置かな。物置じゃない？怖い。怖いね。絶対何かあるし、誰も気づかない。またその説。天気が、雲行きが怪しいので、もう帰ります。もう終わりました。今日は、1.8 キロしか歩いてないのに、もう終わり。まだ歩けるよ、とか。うん、でも全然うん、うまっ。